うん。何読んでるの？詩集。珍しいの読んでるね。ほら、渡る詩を書いてるだろ。ちょっと気持ちが知りたくて。いわゆる詩集に載ってる詩と歌詞は全然違うよ。確かに違うなとは思うんだけど、具体的にどこって、なんていうのかな、わかりやすく言えば、詩集に載ってる詩は言葉で完結する。でも歌詞は違う。どう違うの？歌詞は言葉だけじゃ完成しない。音楽がついて初めて完成する。あ、確かにそうだよね。だから単純に別物だって思っていいよ。もっと教えてほしい。そうだな、歌詞でもね、音楽が先にできててメロディーに合わせて歌詞を書くのと、歌詞が先にあってメロディーをつけるのとはやり方が変わってくる。うん、うん。昔は歌詞を先に書いてたけど、気境が入って変わった。メロディーが生まれてそこに歌詞をつける。そういえばそうだよね。どっちがやりやすいとかあるの？悔しいけどメロディーがあった方が歌詞を作りやすいかな。音楽からインスピレーションを受けることができるし、言葉も浮かびやすい。なるほど。リオのメロディーとあって歌詞の作り方が変わったってことだね。まあそういうことになるかな。何の話をしてたんだ？げ、タイミングが悪いやつ。渡にどうやって作詞をするのか聞いてたんだ。渡はリオの音楽があるとインスピレーションが湧くって。誰もそんなこと言ってない。メロディーがあった方が書きやすいって言っただけだ。そうか。俺は嫌いじゃないが、的場の歌詞、初めてゴールラインを作った時もそう思った。そっか、あれは渡の歌詞が先だったもんね。大したもんだと思う。僕もゴールラインの歌詞大好きだ。褒められて悪い気はしないな。でも本音を言えば成り行きで歌詞を書いてるけど、そんなに向いてるとも思えないんだ。どうして？あんなに素敵な歌詞を書けるのに？僕実はあんまり原告の成績とか良くなかったんだ。嘘、信じられない。意外だな。原告の授業で作者はこの時何を考えてたかとか全然理解できなかったんだよね。だってさ、そんなの書いた本人にしかわからないだろ。なんとなくわかる気がする。だから苦手意識があってね、言葉を自分が紡いでいいのかって。何言ってるんだ。そういうやつだからこそできるんだろ。そういうものかな。ああ、だからお前にしか書けないものが書ける。人がどう思うと知ったことじゃないだろ。お前は自分が感じたことをそのまま書いてる。それが魅力だ。わかる。歌詞を聞くとまるで自分のことみたいに思うんだ。これは自分の気持ちを表した歌なんだって。レン、僕は渡の書いた歌詞をもっともっと歌いたい。それが僕の気持ちになってお客さんに伝わる。みんなも渡の書いた歌詞を聞いて、これは自分の気持ちだって思ってくれる。それが幸せなんだ。自分の評価をあまり上げたいわけじゃないけど、そう思ってもらえたら嬉しいよ。ま、それがお前のいいところだな。ありがとうと言っておくよ。もっと頑張っていい歌詞書くよ。ああ、曲は俺に任せろ。最高のメロディーをつけてやる。嬉しい。最高のタッグだ。やめてくれよ。別にいいだろ。